27歳女です。歯科技講師の資格を4年前に取り、就職せずアルバイトをしながら大学に科目の履修生として3年間通い終えました。次に学位授与試験を受ける予定です。学士を取得した上で就活するならどんな職がありますか？また歯科技講師業界どうなると思いますか？歯科技講師のアルバイトをしながらっていうことなんですか？でも歯科技講師で全然食っていけると思うんですけど、歯科技講師だけでなんで嫌なんだろう。まあ、その日本人自体の人数が減る問題とかが気になるのって多分30年後ぐらいで、実際その日本人の歯科医のレベルは結構高いので、外国からわざわざ日本人の歯科に来る人とかっていうのもいるので、なので歯科技工自体はそれなりに食えるんじゃないかなと思うんですけど、あと外国で歯科技工士多分日本の技術を持っていくとかも結構仕事になる気がするんですよね。なので歯科に関してはなんか技術が日本は割と高いらしいので、そんなに問題ないんじゃないかなと思いますけども。私